こんにちは、ブルーホースです。今日はセルフコントロール爆上げのコツについて話をしていきます。最初にですね、皆さん自分自身のですね、将来のことイメージできているでしょうかね。これが今日結構キーポイントになってきます。で、今日に関してはそのセルフコントロール力を上げるのに自分の未来が来ることが大事ですよっていうのがまあ結論になっちゃうんですけど、じゃあその未来の自分の描き方どうなのって言うと、そこまでちょっと話をしないんでね、まあ、なぜ大事なのかっていうところをポイントとしてお話をしていこうと思います。で、そもそもセルフコントロールって一体何っていう話をすると、まあ、例えばですけど、まあ、これそもそもそのものに関しては自制心のことをですね、怒りを感じた時に、まあ、ちょっとね皆さんにストレスがかかるようなことで、まあ、イラッとした時にこうそれを表に出して、なんやねんあいつとか、うわーってこう物に当たったりとか、まあ最悪人に手を出してしまったりっていう風に暴れるのか、冷静になって、今ここで怒りをあらわにしてしまうと、まあ、どんな問題が起こるかっていう、その、うわーって出してしまうのか、待て待てってするのかっていうと、その、待て待てっていうのが自制心っていうことなんですね。で、それができるかどうかっていうのが、セルフコントロール高い、低いっていう、その違いになってくるわけなんですね。はい。じゃあ、セルフコントロール力が高いとどうなのっていうと、健康的だったり、幸福度が高まったり、収入が高くなったり、人間関係が良好になったりなどなど、まあいいことずくめなわけなんですよ。じゃあセルフコントロール力高い方がいいよねって。ところがまあ実際セルフコントロール力が低い人っていうのはなかなか多いので、それを高めていくためにどうしたらいいのっていう今日話ですね。じゃあセルフコントロール力を測る実験っていうのを行ったんですが、これはまず男女を集めて次の2パターンのうち、好きな方を選んでもらったんですね。で、何のパターンかっていうと、今すぐあなたに1000円あげますよっていう方か、もしくは今すぐお金あげられないんだけど半年か待っていただいたら2000円あげますよっていう、そのどっちにしますかっていうことなんですね。で、まあもうまあセルフコントロール力の話をしてるんで、皆さんどっちが高いかっていうのはもうすぐわかると思うんですけど、当然ながらパターン2を選んだ方がセルフコントロール力っていうのは高かったわけなんですね。我慢して結果的に得する方を選ぶということです。で、実験時にこのねセルフコントロール力を測る実験にプラスアルファで行ってたことっていうのが実はあって、脳に刺激を与え続けてたんですね。まあ、電気信号磁気をちょっとババババって与えといて、でそれを与えるとどういうことが起こってたかっていうと、他人が何を感じているかっていう他人の気持ちを理解するための機能っていうのが TPJ っていう機能が脳にはあるんですけど、まあもう言葉自体も全然覚えなくていいです。あ、そういう部分があるんだなくらいに思っておいてもらったりです。で、それをオフにしてしまうようにしたんですね、その刺激によって。で、そうすると他人の気持ちがわからなくなります。で、他人の気持ちがわからなくなると結果どういうことが起こってしまうかっていうと、セルフコントロールが弱くなるんですね。で、お金を他人と分け合おうなんていう気持ちもなくなりますんで、つまり目先の欲望、1000円に手を出してしまって、で、お金が多いと、まあ、それを例えば分け合ったりとか一緒に食事っておごってあげるよみたいな、こう、人に対しての優しさっていうのも消えてしまって、どうでもよくなるんですよ。で、人に対してどうでもよくなってしまうと、実は自分もどうでもよくなってしまうっていう傾向があるっていうことなんですね。で、このいった結果の考察を今から深掘りをしていくと、研究者の方々がこの結果をもってどういう流れがあるんだっていうことを結論付けたかっていうと、まずね、他人の気持ちを知ろうとする能力がなくなるんですよね。他人って結構自分の将来のことをこう鏡として映してくれてるケースっていうのが多かったりするので、それが他人のことに興味関心がなくなってしまうと、未来の自分がどうなるかっていうイメージも湧かなくなるんですよね。だってお手本になる人たちがいなくなるから。で、そうすると未来の自分っていうのがどうでもよくなっちゃうんですよね。結果セルフコントロールが下がるっていう、こういう悪循環があるんじゃないかっていうふうに、結果つけました。で、未来の自分は赤の他人っていうと、セルフコントロール力っていうのが弱くなると、他人に対して興味関心っていうのとがなくなるのと同じく、自分のこともどうでもいいよっていう風になってしまうんですよね。で、さっきの話でいくと、長い目で見た方が確実に得になるような話とか行為であっても、もう目先の利益ばっかり追いかけてしまうっていう風になっちゃうんですよ。で、結果的に損を取っちゃうとね。だから将来の2000円よりも今の性能が大事だって思うんですよね。例えばじゃあ運動するのと、なんかね、こう
ファストフード食べるのとで言ったら、絶対運動した方が健康にはいいじゃないですか。ところが運動すると多少その瞬間っていうのはしんどいし、息を切らしてまでやるっていうのはなんかやだなと。じゃあちょっと美味しいファストフードを楽に食べる方がいいよねっていう風に走っちゃうというそんな感じなんですよね。でこういった傾向にある人は、まあ、もしかしたら、まあ、余談ですけど、株で損する人っていうのもセルフコントロールが弱いかもしれなかったりしますよね。まあ、これに関しては、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、理論、ね、そもそもどの株が上がるのかっていう理論を持ってないか、時の運っていうのもあるんですけどね。で、じゃあこういったセルフコントロールが下がるっていうことが分かったと、じゃあそれに対して対策として何を打っていったらいいのかっていうと、未来の自分のことを常に気にかけるようにしましょうということなんですね。で、今の選択っていうのが未来の自分を苦しめる結果にならないかと。だから今皆さんの目の前に何かをするとか、何かを買うとか、何かを手に入れるっていうような時に、まあ、即決してしまうのではなく、ワンクッションでいいんで考える癖をつけて行動を取るようにしましょうと。例えば今目の前に、あなたの目の前になんか服が売ってますと。で、この服っていうのはまあ、なんか期間限定かなんかなんですよ。で、1万円だと。それ、1万円を期間限定だからっていう理由で、果たして買ってもいいのかどうかっていうですね。それをワンクッション置いて、いや、期間限定って言葉に惑わされずに、この1万円は本当に必要な時に取っておこうっていうふうに将来のことを考えるのか、あ、期間限定ラッキー、1万円安いじゃん、よし、買うっていうふうにしてしまうかっていうことなんですよ。ワンクッションを置くかどうかっていうので、こういう差が出てきちゃってるんですね。で、結果1万円が、例えばですよ、例えば家賃を払うのに必要な1万円だったってなったら、あ、来月からこの家に住めなくなるみたいなね、ようになっちゃうんで、結果損をしてるわけなんですね。服1枚と住む家、どっちの方が比重大きいかって言ったら、絶対住む家の方が大きかったりしますよね。そういうことになっちゃう。いう話なんですよ。ただし、そうは言っても未来の自分のことなんてあくまで想像でしかないんですよね。だから本当かどうかって確実にわからないわけなんですよ。であれば、まずは他人のことを気遣うっていうことから始めてみるのが大事ですよっていうことなんですね。他人のことを思いやる気持ちを育むことっていうのが、将来の自分にも優しくしたりとか思いやったりするっていう、そういう気持ちを育てていくことにつながっていきます。そうすると結果セルフコントロール力っていうのも強くなっていきますので、セルフコントロール力を磨いていって、目先の利益じゃなくて将来大きな利益を手に入れるための最高の将来、っていうのを手にするために、ぜひセルフコントロール力磨いていただけたらと思います。まあ、ところでですね、じゃあ最高の将来ってなんやねんっていう方に関しては、今日の動画ではお話はできませんので、これは個別にですね DM とか Twitter の方にいただけたらと思いますので、ぜひコーチング受けてみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。